はい、大変お待たせいたしました。第5期往来戦ベスト16 D 卓3回戦の模様を届けしてまいります。司会実況の大和です。解説には和久津明プロにお越しいただいております。和久津さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、対局会場の方準備は整っているようです。さあ、それでは参りましょう。第5期往来戦ベスト16 D 卓3回戦東杯の開始です。さあ、並びから見ていきたいと思います。ちいちゃから広岡、なんちゃ2匹のシャーチャに松島、そしてペイチャに夏川の並び、当院局ドラはウーマンです。さあ、いよいよ後半戦ですが、和久津さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは、4回のトーナメントということでポイント、ちょっとずつ動きが出てきているんですけれども、出ました。このようなポイント状況、じゃあ追いかける立場の引きの夏川の立場でどうですか、この3回戦どういった意味合いのある3回戦になりそうですかね。3回戦まで、はい、今松島さんと広岡さん10ポイントくらい離れてない、離れてないんで、はい、3回戦まで組まなくていいかな、はい、特にタッグは、タッグは、うん、誰かが落ちてくるかもしれないから、はいはいはい、けどそれをがすごく立てない2人がトップ2着みたいになった時に、うんうんうん、そのお互いの親を流さないとか、うん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 、そういうのを誰かが教えてるといいですね。なるほどねえ、確かに誰かが教えてると、お互いの親をね、蹴り合ってもね、何も得しないので、はいはいはい、うん、ただそういう風にしないのが一番いいですね。だから広岡さんに1万2000打たないとか、松島さんの親を連チャンさせないとか、そういうのをほんのちょっと意識するのは、もちろん自分が本手の時はいいんですけど、はいはいはい、まあ、そろそろそういうのを意識していった方が後半自分が自由に打ちやすいですよね。なるほど、うん、さあ、そして、リードしている広岡松島は先ほどねお話しいただいたように10ポイント差ないぐらいなんですけれど、この2人に関しては、やっぱターゲットにならないような打ち回しっていうこともちょっとずつ視野に入れつつ、まだですか、考えてもいいとは思うんですけど、はい、どっちかっていうと2人とも、はい、私から見ると強気というか、お互いよりも強いみたいな、うんうんうん、なんかこうちょっとやっぱ若いからね、ライバル的ななんか20代ですからね、そうですね、はい、私の方が上にいたりとか、はいはいはい、そういう意味じゃないので、はい、私はターゲットになりたくないわっていうんだったらいいかなっていう感じですね。なるほどなるほどなるほど、まあね、そこら辺のね思考がどういった選択のね変化とかね、うん、見せてくれるのか楽しみなところですが、さあ、まずトン一曲動いていったのはペーチャの夏川ですね。自家製のペーをポンしています。ただこれは打点はそこまで、逆に大チャンスではなんちゃの引きのですねドラドラ、そしてあここも高超高系の、はい、じゃあタメンちゃんのお勉強じゃないですけれども、はい、これ3品切りですとサブローソースッチーソーリャンウッパッソーかな。おお、一目見てわかる。言い方悪いね、そうするとね。いやでもいいんですよ、どっちから言うべきですか、ね、いやいやいや、筋ごとに言っていいんじゃないですか。そうなんです、ね、はい、いいと思います。松島、これは町をチェックしてる町確認の 、うん、間に見えるんですけど、そうですね、じゃあ3品探検する、リーチに行きましたね。はい、松島、ここはしっかりと町を確認していました。五面ちゃん、六面ちゃん。なんて言った私、サブローソー。スッチー。サブローソーリャンパーソー。スッチーソー。ん？スッチーソー。ん？なんて言いました。サブローソーリャンパーソー。チーソーって言われました。あれ、チーソーか。チーソーあんこです。サブローソー。なんて言ったか。四面ちゃんですね。サブローソーウッパーソーですね。サブローソーウッパーソー。はいはい。本当だ、ローソーチーソーはないですね、はい、そうですね、ローソーチーソー、うん、スーソーがなかったです、ローソーはあります。自分のやっぱ自分のじゃないとダメ、あ行きたい、あ行きたいですね、行きたい、とりあえず3ウーマン通りそうです。なぜなら、はい、超高リーチだったんで、はいはいはい、これ超高リーチでペン3ウーマンだったらやばい人だからね、いや、やばい人出ました、通りそうですよ、はい、さあどうだ、リャンワン現物、なんか多分2回言ったんですね、私何か、ね、あそうですね、はい、多分そうかもしれないです、ね、さあただリャンピン引きのがここは夏川への補充となりました。ペー1000点、
さあ夏川がまずは一曲曲を進めたような形、うん、さあ追いかける引き野の親番です。ドラはチーソー。さあハイパイはどうだ。ちょっと外目、シャアが統一。第一ラは初から。さあ続きましてこちら松島です。先ほどはタメンちゃんでのリーチでしたがちょっと空振りと形。さあ広岡、さあ4社の手配どうでしょうか。なんちゃのこちらですね。松島さん、はい、ああトーンも重ねましたよ。チートイツのイーシャンテンでもありますね。これはスポンしてさばいていく感じですかね。トンがあるからね、なくはないですけどね。はい、ナンも自家製ですよ、うん、ああ嬉しい。スーアンコウリャンシャンテン、トイトイでもいいですよね。さっき不幸な地層一発で掴んでしまった、はい、あのドラドラトイトイがね。そうです ね、 あったね。はい、ありました。さあ白、さあなんですね。これはションパイ泣くわけがないですね。トーンはどうですか。動いていくか、動いていった、うん、ポンの声。ウーワン切るかスーソー切るかセンス。ああ、ウーワン切り、うん、ここはトイトイですね。さあ換算層が入ります。手は前進しました。チーマンから切っていきましたね。これ両面ターツをジャン島に固定した形。いや、ちょうど3色、はい、うん、さあスーソーパーピーのテンパイ。さあこれで単ヤオになった。初はもう勝負牌の構えか夏川。さあ課題の、いや課題の仕掛けですね、はい、そうですね。仕掛けにどうするか、どうするか。広岡ですね。ドラだ。これでだいぶでもないか。いやこれ後半だ。ドラもちろん切るんですけど、引き野のねペンチーソーがすごい手に宝珠の前に処理してるのは好材料じゃないですか。スーソーパーピンだからね。そうですね、そんな堂々と上がれそうな、はい、でもないですけど、はい、とりあえず一人は回ったっぽい。そうですね。ワンとイトとしか一応入った。はい。一人は回ったっぽいかなぐらいかな。さあ、スーソーが山に一枚残っているだけ。これはぶつけたくないですか。うわー、やっぱりこれタイヤを消してでも筋のパーピン。さあ、パーピンが2人。これは広岡もパーピン選ばないか、大丈夫か。うん、大丈夫ですね。皮がね、あ、もっときつければいいんですけど、はい、皮がちょっと、安牌が多いので。はい。いやこれ2人にウーピン通った。ウーピンは大丈夫。あ、絶対が。そうですね、はい。さあパーピンは順からスーソーがどこに行くかですね。ムスジ引いた時 の、 あの松島さんの動きが見たいですね。なるほど、うん、今のところは安全牌を引いてきている。そうでも全然大丈夫ですけど、はい。さあパワー1いきましたね。ウーマンこれですね。パワー1リャンマン中筋のウーマン。こういう一面もある。あ、そっか、でもあれだ、釣りの夏川だった。そうですよ、網張っていくんで。そっかそっか、はい、今みたいに直撮りの網もあるんですよ。なるほどね、はい、そういう網もある、はい、先切りだけじゃなかった。そうなんです。うわーっと、ここは最後の1枚のスーソー積もり上がった真島。トンナン、トンナントイトイ2000、4000の上がりになります。いやー松島勢いを感じます。残り枚数1枚のスーソーをここは見事に引き寄せました。さあ曲は進みます。トン3曲、親番は松島。いやー松島いいんじゃないですか。自分のペースに持ってってる感じが僕には伝わるんですけれど、
私は今安牌引く前に上がったんでラッキーだったなと。なるほど、ラッキー、まあ、ペースというよりも今のはラッキーだったなと、ね、なるほど、ラッキー、ラッキー大事ですから、ラッキー大事だった今ね、宣言牌が9ピンだった時の、はい、9ピンだと役割なんでリーチするかどうか分かんないんですけど、はい、9ピンだった時の展開も見たかったですね、うんうんうん、さあどうだ。トータルトップ目の松島が3回戦も現状1番手、少しずつですが上下が離れてきました。ニャンマンアンコ広岡引きのです。さあ松島普段は介護職をしている、いわゆるナースですね。しかし宅に着いたらもうこれは同宅者3人をこうまるで介護してあげてるかのようなねえ2人のリーチの一発を消すような動きもあったので、はい、ちょっといろんな多面性がありますね。そうですよね、うん、ただやっぱり攻撃は好きそうですね。好きそうですね、はい、確かに今ね、中ちゃんぱいと中ちゃんぱいのシャンポンに固定したんで、うんうんうん、立場的にはね、リャンウソを残したいぐらいの立場ですよね、はいはいはい、リャンウソが一番上がれそう、はいはいはい、ただ泣くんなら漫画にしてやるわ。そうですよね、うん、まあ、そこら辺はね、普段からね、周りの人たちにも鍛えられているのではないかと想像できます。そうやってね、どんどん人を巻き込んでね、はい、どんどん自分が追い詰まっていくんですよ。間違いない、うん、人にやっぱ一人で練習できないじゃないですか。そうですね、はい、そうですね、誰かにやっぱ手伝ってもらうじゃない、はい、そうするとその人たちに恩返ししたいから勝ちたいわけよ、はいはいはい、どんどんがんじがらめ我々ぐらいのでもね、後輩に麻雀教えたりなんかして、はいね、これって何着るんですか、山本さん頑張ってください、応援してます、もうがんじがらめです、はい、がんじがらめですね、はい、もう何着ていいか分かんなくなって、いやなんかでも枠さんもね、たまにあの僕麻雀ね、はい、あの見てもらったりすることはありますけれど、大和会ですね、大和会、はい、がんじがらめってことですか、がんじがらめ、確かに確かに某プロとね、よくね揉めてるという、うん、言えばいいんですか、はい、そういう意見のぶつかり合いもね、あー天敗勘チーピン役割、あー昨日のチーピンがちょっと危ない、7-7-7どうでしょうか、あー7だ、ここは闇点が決まった、タンヤオイーペイコー広岡2600の上がりになります。昨日はちょっと苦しいですね、うーん、昨日がまあ1回戦から通じて、まあ、補充もちょっと多くなっちゃってるんですけど、まあ、そんな引きのにもし今セコンドとして枠さんがついているとしたら、どんな声をかけてあげたいですか。今ね、1巡2巡前ぐらいにチーピンさばけたんですよ、はいはい、ただあのこういうふうに展望を持つ人が出てくると、はい、ダムの選択肢が増えてきますよ ね、 そうですね、役があると、はいはいはい、それに、打たないようにするにはやっぱり余ってる筋はちょっとずつさばいていった方がいいですね、うん、で、あのいつもリーチするまで何にも気にしなくていいんだけど、そうですよね、ちょっとこの辺りからダマもちょっと気にするようになった方がいいかもしれないね。あ、なるほど、だからあの気にするっていうのは降りるんじゃないですけど、はい、逃がせる牌は逃がしていく、そうですね、将来的なそういう手牌構成の想像力っていうんですか、うんうんうん、そういうところですかね。そういうのをしていくと、はい、今みたいな報酬もしかしたら避けれるかもしれない、うん、まあ、もうちょっと残っちゃうかもしれないですけどね、そうですね、が当たりになって、はい、まあ、減らしていく努力を、減らしていく努力みたいな、うん、ちょっと慣れみたいなのもありますよね。ありますけどね、うん、はい、すごくありがたきお言葉。さあトン四角、親番は夏川で、夏川が本一模様、広岡が三色、ただペン三品がある、はい、引きのはピン付け、ドラドラになっているのは松島です。松島チーピンを引いて、より仕掛けがこれ行きやすくはなったんじゃないですかね。ちょっと仕掛けるかどうかは別ですけど、はい、行きやすい局ではありますね。そうですよね、あのドラ自分がない時に出かけるとやっぱり怖いですよね、はい、でも枠さんは出かけること結構、ドラがないからドラの場所を探りに行くんです。そう、なるほど探しに行くために出かけてるんですね。ドラ誰、手挙げてって言ってたから、あ、いいですね、いやいいですね、引きのリーチなんだ、リーチですねさっきダマテンの選択肢が何たらって言ってた、私の話を返してもらっていいですか。そうですね、でもあの、まあ、追いかける立場ですから少しでも、あ、一発キャッチ、リャンワン、リーチには広岡は強いです。ただヒントが数杯イーマンだけ、リーチ
チがごめんなさい、リーチが引野さんでしたね。そうです、引野さんがリーチです。それはリーチです、ね、はい、それはリーチでした、ね、そうです。さあ松島さあ、そして総図の、うん、ナスカさんはね、リャンワンからさばけたんでね、ただちょっとスーピン残っちゃいましたね。そうですね、うん、しかもこのスーピンはどちらかというと松島が欲しい。うわ、これはヒントが少ないときは自分の都合でいいですか。松島さんはそうじゃないかな。そうじゃない、うん、あ、もうスーピンしかない、うんうん、しかないけどね。チートイも見ますか。いや、シャーだ。ここは安全にいった親番。親でね、偉いですね。はい。白だ。泣けないわ。泣けない。我慢したんだもん。うん、うわ、ただ。帰ってこれない。帰ってこれるか。握りになっちゃった？いや、まだ白は握れです。ですね、まだ、はい、まだ握れです。はい、どういうことよ。もう握れです。はめないでよ。すいません。さあ、待ちは。ちょっとやっぱ降りたい気持ちなんですね。チーマン、これはチーマン、チーマン、ローピン抜いた後だったんですけどね、チーマン行きましたね。何もなくなっちゃって2回切れる、はい、2回切れる、はいか、なるほど。ドラマタギよりは欲しい。行きたい、行きたいね、行きたいけど吐くですか。ああ、もっと何も2枚切れ、2枚切れだった、ね、なるほど。それは行かないね、行かないですね、うん。パー1がこれで切れるようになって、うん、まあトータルポイントラス目のね、引きのリーチですからね、なかなかこことは喧嘩しづらいなっていうのもありますか。どれぐらい情報あるんですかね。そうですね、引野さんがリーチのみのパターンとかってあるのかないのか。そうですね、あ、でもいい感じですね。いい感じですか。あのあれですよ、ドランコの人、はい、松島、ね、はい、これを下ろしましたよ。下ろしましたからね、はい、うん。さあ、リャンウーマンなんですが、こちらに5枚、いっぱい来たね、いっぱい来ましたね、うん、手の中に6枚あります。1枚しかなかった、ね、はい、確か場には1枚切れてるので残り1枚のリャンウーマン。さあ、先ほど残り1枚ね、松島が力強く積もったんですが、引きのはどうか。ただあの4社に共通しているのは、このモーターはみんな綺麗ですね。綺麗ですね。打ってるなっていう感じはします。ナスカさん打ちづらいだろう。うん、ね、左利きで。そうですね。ちょっと爪長め。はいはいはい。うわ、すごい贅沢な悩み。全部通ったじゃんって思ってね。そうですね。チーピンも取ってるし、はい、ノーチャンスだからチーピンも多分取ったし、そうですね、これ全部取ったわって思って。さあ、ここはおそらく流局になっちゃうかな、どうかな、うん、はい。さあ、これが背景です。なんかあるね、リャンピンかな、ありますか、うん、なんかはありましょう。はい、リャンピンです、うん。さあ、トーン4局は引き野の一人転敗で流局となりました、うん。さあ、非常に速いペースの3回戦。本当だ。はい。さあ、難入です。難一局、親番は広岡一本場です。さあ、広岡、ここまでは非常に安定した戦い。気持ちもね、落ち着いたんじゃないですか。今、待ち両腕だったし、うん、あと、あの、背景が怖いからって言って、先に両ピンを切らずに、はい、通ってる背を切って、はい、最後にやっぱり安牌引けなくて、そうですね、一生懸命筋の牌選んで、うん、はい、すごく落ち着いてるように見えますけどね。ここは第3期往来戦優勝の風格か。ハイパイはこちらペイが統一来ましたよ。超高ハイパイ、超高ハイパイ、はい、来た、来ましたよ、引きの、うん、しかも広岡さんの親番ですね。そうですね、うん、ここは現状2番手の広岡がターゲットになるかというところ。引きのに大チャンスでいいシャンテン。さあ、松島、こちら夏川です。両走があんこになりました。もう2個欲しいですね。もう2個欲しいですね。最高ですね。そんな、うわ、これは贅沢、いいですね、うん、パーソー切り、なんとなくゴロチとかにもなりそうな、なんとなくなりそうですね、うん。一回失敗して、はい、あ、お、
さあこれでチート率のイーシャンテンにもなっています。チート率じゃない、はい、もう、わあリーチか。ああそっかそっか。さあ今度は引きの先ほどとは違って打点までついてきている早いリーチ、うんうん、待ちはウーパーワン。さあ一発で引けばまた面白くなってくるぞ。まあ一発じゃなくてもいいんですが、はい、引けるか。さあこの早いリーチ、子が、受けてる3者はどうしましょう。トンかな、普通に考えたらトンかな。そうですね、ただ夏川も追う立場ではあります、うん、さあウーパーワンは手の中には2枚だけ、場に2枚ですので残り4枚山に残っています。4枚あった、はい、4山です。うわー、まあしょうがないですね、リーチですから。パーピン、ローピンは切れないですね、このリーチに。はい、リーチは偉大、いかな、強靭なメンタルの持ち主。そうですね。おっと、ただもう一回復活ののろしを上げるか。ウッパーワン欲しい。パーピンが通りやすくなりましたね。はい、通りやすくなりました、うん、E ピンよりは筋のパーピン、うん、まあ、一品も通りそうですけどね、はい、なんとなく。さあ引きたい、引きの引きたい。あー、3万がなくなっちゃったか。なくなった。あれ、まだある。ん、あー、サブローピンが通らないんで、はい、一品行く価値がちょっと落ちましたよね。確かに。どうしますか、通らないかどうかは知らないんですけど、はい、リャンソーっていきましたよ。リャンソーはね結構、うん、チートイツのイーシャンテン維持、はい、維持なんですけど、うん、濃さ的には結構濃いめの、うーん、あ、数層のワンチャンスではあるんじゃないですか。なるほど、うん、さあ、イーピン切っていきました。イーピン切って、夏川がちょっと強めに来てます、うん、あ、ドラが1枚、しかし引きのの手にドラが2枚あります。ウーマン流れた。いやー、リャンウーマンが、あ、失礼、ウッパーワンがない、うん、3万短期か。3万短期、これ即リーに踏み込んだのはどうですか。ちょっと選びたいけど、はい、うーん、もう間に合わないっていうふうに思ったのかな。そうですね、もう選んでる暇ないし、3万危ないし、うん、一発に出た時に後悔するからリーチしたっていう感じですかね、うん、はい。さあウッパーワン対3万がもう1枚なんかありそうです ね、 ますね。私さっきないって言ったんですけど、はい、1枚ありそうですね、はい、うん、ウッパーワンもただもう少なくなってきてますかね。なんか2枚ぐらい減った気がしますね。いや、1枚しか減ってないです。でも、あ、1枚しか減ってない。はい、また3枚ここに。ああ、これでウッパーワン、うわー怖い。正しい。ああ、流れた。2対0、積もれ。うわー、ローワン3万大丈夫です。出ないね。おっと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 、危ない危ない。びっくりしたね、うん。びっくりするよ。はい、びっくりします。この私の解説の範囲内で切ってほしい、ね。はいもう。びっくりするから。さあ少なくなってきました。なかなかつま上がり、出上がりの決着がつかない。またもしても流局になってしまうか。引きのにしてはこれは上がりたい勝負手。いや、これ玉にはできないしね。そうですね。いや、これ流局か。本当に配定なら最高。あら、いや、ここは2局連続の流局、引きの今局は勝負手。いや、まあね、攻められないですねこれは。ダウンパストも上がれなかったぐらいだからね。そうですね、きついですね。はい、さあただ迎えた親番になります。何2曲、親は引きの表情は落ち着いてみます。なんで上がれないんだろうとか、ちょっと悲しい表情には見えません。なんで上がれないんだろうと思う人は向いてないです。そうですね、はい、上がれないも上がれないです。そうですね、上がれるときは何でも上がれるんです。まあでも僕は心ではなんで上がれないんだろうって思っちゃいますけど日頃の行われ方とか、はい、思うしかないですけど、さあいいんじゃないですか、ぼちぼち。こちら松島は白統一、強卓3本、これによって選択など変わってくるでしょうか。こちらは夏川もピンフがもうくっきり、関連ピンからズバッときたのは広岡です。ちょっと小型の手が
良さそうな感じもします、ね、ちょっと役が見当たらないですよね。そうなんですよね、引きのさんの手が、うん、これはなんかねピンクとか、ね、そうですね、はい、そうだけど役を三色ってほどでもないからもうリーチしますか、はい、リーチまで早く行きたいですね、はい。スピード感は夏川の受けが広い、白は泣けたぞ。松島泣かない、泣かない、やっぱこれぐらいだと泣かないんですね。3本ありますけどね。うわ、ただ泣かずにリャンソーを引き入れたのは嬉しい。シャーで目一杯じゃダメですか。白があるからね、はい、シャーで目一杯でいいんじゃないですか。さあいいぞ、夏川も伸びてきた。広岡はペンちゃんを払います。ゆったりトン持ってるからゆったりしますね。そうですね、うん、パーマンドラです。これは9番切っちゃったのよ。そうなんですね、うん、こういう時にファンパイが役に立つの、うんうんうん、ファンパイがいっぱい出てれば、はい、パーワンポンできる人は単位を、これはもう素直に6球満のリーチ、うん、あ、パーワン残っちゃったから割と一人旅になりそう。そうですね、うん、さあ6球満待ち。ペーアンコ、うん、昨日はどうですか。まだ我慢してもいい時間帯ですか。私は絶対我慢しますね。なるほど、うん、ここ戦う、あお、でも吐くだよね、うん、うん、でも吐く。うわ、二刺しになってた。ならないかな、ヘッドレスになっちゃう。そうですね、二刺しにしてたかもしれないですね。 G1 パワーのところは残っちゃいそうですね、うんうんうん、あ、9万だ、9万だ。さあ6球満なんですが、手の中に6球満3枚あります。川には、はい、川には2枚なので残り3山、まあ十分。6がいいな。6がいいですね。これ6だと単位がつく。うわー、これはやめた。やめますね。もう吐く泣かないあたりからね、ビジョンがはっきりしてて。そうですね、はい、うん、ここは落ち着いている。さあ引きのはなかなか難しい。現物一応イーシャンテン、これ勝負の構えも取っていきますか。引きのまたここで対決。でも対決にそうなのよね、せざるを得ないっていうか。そうなのよね。でもここじゃないとこでやりたい、ね、やりたいんですけどね。でもこの6球あんまり位置だからもうしょうがないですね、うん、これ玉にしてたらそれこそえどういうつもりってなってね。そうですね、喧嘩です戦争勃発です。先輩入るか。パーピンは通ってない。ヤンパーピン全部きつい。まあどっちかっていうのはリャンピンぐらい、うんうんうん、まあ、チーピン切って、いやそんな時間あるか。リャンピンだ。ない、まっすぐ、うん、ないわけです。時間はもう10巡目超えてますから、もうすぐ枠さんの言う40代ですよ。40代になっちゃう。40代になってる。もうなってるのよ。はい、これチーピン。チーピンですね。はい、これはジャントを、チェンジ。いやー、なんか、これでパーピンも通るようになりましたね。そうですね。なんか6球ピン引いたらパーピンも打ってるし、なんとかなりそうだよ。あ、リーチか。テンパイ。サウロピンだ。親の追っかけ。あ、結構薄い。薄めではありますね。さあ6球満対サブローピン。サブローピンは 1,2,3,4,5,6、うん、2枚。2対3ですか。6球の方が枚数はある。はい、ただ分からないですね。もうこれ流局もありそうですね、うん、あの、あっと、あ、くっついちゃいましたね、はい、うん、さあここで今日何度目かの登場。来ました。早いですね。早いですね。待たない。待たせない選手を。3万。ポイ捨てしてる。ポイ捨て。あ、ね、うん、あ、ローマンが流れた、うん。さあどうなるか。試合的には龍角が一番面白そうです。そうですね。ローピンだ。ここは引きのが追い越した。裏ドラは乗らない。リーチ。2000点は2600。ただ京卓の3000点も大きいですね、はい、何よりも連チャンできたのね。2ピン切って、はい、頑張って頑張ってさあ3本場に移ります。何2局3本場。親は引き続き引きの、
引きのさんの三本歯の置き方は面白いですね。どういうことですか？人んちのスペースにこう侵食してると。あ、まあそうですね、多少ね。あ、縦置きってことですか？そこあなたんちのお庭じゃないのよ。確かに、まあ、は、そうですね、自分の方に寄せないと。はい、ちょっとアピールしてますね。うち今三本歯だからってアピールしてますね。、はい、はっきりと見えやすくていいですけど、ね、はい、そうですね。もう私は常に侵食してるここに。そうですね、上にどんどん伸びてきてね。人んちにこうどんどん全然人のこと言えないんですけど、はい、まあそれもまた初々しさがあっていいなと思いますが、さあ広岡ペイを切っていく。ドラはスーピンです。わあ、ローマンはいいつもです。さあ松島はダブナン統一、一気に本一模様。さあ夏川にもドラがない、これ珍しいですね。4社ともドラが1枚も持ってない状態。さあこれドラ引きとかでね、何誰が変わってくるかちょっと見ものなんですけれども、さあ広岡、広岡さんはちょっとしばらく休憩してるかな。休憩してますか。あ、6チッパ見えるけど、はい、スーピンがねドラだから。そうですね、ドラ表示牌の3品はまだ使いたいなという思いで残しているでしょう。親の引きの数品はいっぱいいます。これでどうですか。一通ありますね。一通オアドラ引きみたいな。何が一番嫌か、うん、何が一番嫌か、何引いたら一番嫌か。9万、ね、9万はいらないです。9万いらないです、はい。僕言ってじゃないよ。そうですね、何でも何でも食べなきゃダメですね。いや、はい、嘘です、私の9万いらないので。はい、なんでマクスさんもいらないんじゃないですか。あー、これはつもぎりたいですね。私は椅子を切って。おお、なるほど、テンパイは取る。一旦ね、だってローワンはどうですか。ローワンはまあ振り点だけど、まあいいか、うん、でも、まあ、あとスーピン引いた時にタイヤをつくから、はいはいはい、うわ積もっちゃった。なんとここは引きのスッと積も上がりましたね。タイヤを積も線は1300オール。もしかしたら三面ちゃんよりシャンポンタイプ、はい、もしかしたら三面ちゃん全然引けないからさっき、はいはいはい、シャンポンの方が引けるのかもしれない今日は。はい、それありますね。要するについてないってことですね。そうですね、喜んでリーチできるような街は全然上がれてないのにリーチできないよっていう街の時にうっかり上がれてしまう。麻雀の格言で、うん、まあ格言というかよく昔からあるあるか、はい、あるある言ってる言われているやつで、不調な時はシャンポンリーチとかっていうのを僕は聞いたことあるんですけど、まさしくそんな感じですかね。私は不調なんて言わないですけどね。確か あれ泣いてないから悪かった。さあとにもかくにもね、連チャンしたんですからね。引き続き今トップ面に立ちましたよ、引きのこれで。しかも並び的には、まあ、4着目が夏川ですけど、広岡とトップ3着の構図。さあさらに加点できるか、引きのドラはチーマン、夏川。いやー、きついって、はいですね。きついですね。きついって言いたい。はい。でも言えない。言えない。麻雀プロだから。そうなんですよ。本当にそうなんです。この手配引いたらきついなって思うこといっぱいありますけどね。ありますあります。言えないんですよ。本当にあります。言っちゃダメなのよ。はい。三層とか面白いですね。おお、三層、ね、面白い選択。うん、さあこれで統一がやや増えてきた。いろんなことを視野に入れつつ。一旦1枚切れの白を、1枚切れ、はい、さ、広岡はドラドラ、全順ジャントをドラに固定しました。さあ今局はどうか。わ、面白いですね。あの白出てきたんで、うん、ちょっとそんなに安牌貯めてる風でもないの人から白が出てきたので、はい、一旦安牌持とうかなっていう感じでしたね。はいはいはい。9万ドラ受け、ドラもまだ山に残っています。うん、ここで急走打ち、うんうんうん、面白いんじゃないですか。はい、さあただ一番きつそうな夏川が手が整ってきた。あーりゃ、嘘引きまだね、リャンシャン点ですけど、ね、はい、うん、あー、パーフィン積もぎった、泣く気はないないですね、うん、
サリアンソー泣くことばっか考えてるからダメなのね私はいやどうやったら泣けるかなと思ってこれこの手なるほどいいじゃないですかその選択肢がね引き出しが多いっていうのがねどうやったら泣けるかなと使うか使わないか置いといて引き出しが多いのはもうあちょっと嬉しいちょっと嬉しいですか、うんあこれもちょっと嬉しいですか泣けなくなったなこれは泣けなくなりましたねマンズどうでしょうか下の方重くはあるけどありそうではあるウーピンが一番くっつきが微妙ですねうんここはウーピンがくっつきが微妙いい、ねうん、さあ数万を引いてマックスにします、うん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 、さあ夏か、ね、ここからはちょっと受け入れ枚数は狭め、うん広岡がいいシャンテンうわーら嬉しい一気にここはリーチに行きますすちそまちあーもう無理もう無理だからウーピンを引いてたので、はい、今ちょっとねあのアンパイ増えたんでマックスにしたっていう、ね、そうですねさあリーチが入ったら広岡はどうするか、うん、ドラドラです今局急走行くってことはリアンウーピン引いたらチーソー危ないじゃないですかないただリャンピンなくなっちゃうかもしれないなくなっちゃうかもしれないこれリャンピン行く行かない行かないあこれもは現物まだ急走パス走って行く可能性はあるよねそうですね、はい、はいはい急走パス走みたいな、うん、さあ数値層がかなり薄くなっていますあこれでチートいた急走切れるねはい、うん、1,2,3,4 あスーピンも切れちゃう6,7あと1枚あと1枚チートイ、うん、地層でないかな筋のリャンピンでリャンピン1枚いやもっと安全にいった、うん、安全かどうか一応ションパイですが自分で2枚持ってるはいリャンピンだとねウーピンの手出しが入ってて、はい、みたいなことかなうんさあただここはうまく迂回しているようにも見える、うん、ちょっと Q1 は切りづらいな広岡さんのあーなるほどからやめちゃうわーチーソーがなくなったスチーソー、まあ、スチーソーなんてそんなもんですそうですねスチーソーなんてものはそうですねそんなにいっぱいあることのが珍しいあはいさあどうか他の3社もしっかり受けてますからね、うん、おそらく流局濃厚でしょう復活はなさそうですね復活しないように打っちゃった方がいいねはい、うん、さあ松島ただリーチにこう立て続けにリーチ打っていってるね、うん、引きのはちょっとずつエンジンかかってきたんじゃないですか、うんうんうん、ただ街はやっぱシャンポンの方が良かったですかね、はい、何シャンポンだったのいやなんかシャンポンかいやあパワーワン短期上がれたねなるほどカンパワン短期もう無理もうそれはちょっと厳しいかもしれないですねさあただ連チャンですね引きのの時間さあこのね自分の時間が来てる間になんとか大物手上がりたい4本場に移ります何2曲ドラは吐く、まあね、ハイパイではね全然劣ってたんで、はい、結果的には全然あ5本場、ね、大変失礼しました、うん、おお南南チュンチュンドラ1枚5本場ですねさあ松島わあただ素早く上がるのは良さそうな手どうしますか、まあ、立ち回り面白いですね、はい、松島さんねそうですねすごい、うん、割とセーフティーな感じですね、うん、自己主張が強いわけでもないうん統一が増えていくチートイドラドラはいさあ白はあと山に1枚ありますこの1枚の白がどこに行くかによってこの局どうなるか展開も変わってきそうですスーソーあチートイドラドラですか6万とかですか一旦あウーバン触ろうとしてるあそうよ、ねはい、チートイかチートイか本一 か、うん、みたいなところですかね想像伸びたらか数暗号かあまあまあまあ絶対構想に入ってると思います、うん、
さあ2万引き一歩前進は疲労か、うん、まあこれはね想定内、想定内、はい、そりゃそう、リャンソーダリャン面ができたピンフ一直線か、このハツ持ってるのも面白いんだよな、これなんでハツ持ってるんですかね、泣かれたくないっていう、はい、泣かれたくない、もう泣く人多そうですよね、確かにちょっとそうですよね、はい、あドラで、はい、うん、みたいな曲って、うん、もう最後の泣いた時はローンって言いたいですよね、はいはいはい、ローンできる形、泣かれた時はさ先に切った夏川が初、うん、これがね主流、結構主流っちゃ主流、そうですね、うんうん、そうです、うわ一気にいった、ここは割と決断が早かった引きの、そうですね、急走はね、はい、余り筋だったんで切っちゃうかなと思ったんですけど、そうですね、はい、まあ、使うっちゃ使うそれ、うん、はい、使えるっちゃ使えるけど2回ね嘘をパッソーって引いた時は使う、うんうん、そうですね、うん、これパーソーからも地位していきたいなっていう思いですかね、うんうんうん、うわ迫力はあるよ、ありますね、迫力は満点、満点、あドラを重ねたのは夏川でした、じゃあパスを切んなきゃよかった、そうですね、夏川がここでドラドラになると一気に臨戦態勢か、さ松島は両面両面ピンフのいいシャンテン、夏川ももう一枚吐くくることはね、まあ、ポンでもし本ができればというところですが、まあ、広岡は白切らなそうですね、なんなら白短期のリーチまでありそう、あパス切っちゃった、これなのよね、そうですね、これはね、あの泣くんならどうぞスタイルだから、あ、はいはいはい、実際問題地位って言われたら相当きつい配信なんだけど、ね、確かに、うん、さあ何もこれは、うん、泣くんならどうぞスタイルですか、うん、そうね、論されないから、あほらさあ天敗ウッパーソー、パーソーがねちょっと今泣くちょっと薄くなっちゃった、あーさあそういった、はい、いったいったいった、ドラ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 っぽい、これはもう明確に引きのは想像の本一にかぶせてるわけですから、うんうん、手から急走打つ、うん、芸が細かいですね、そうですね、私ちょっとあんまり行きたくないですと確かに、うん、さあ引きのこの手仕上げられるか、言いそうは、これで目立っちゃう、結局目立っちゃう、ね、結局、うん、あただ、うん、やることはしっかり、うん、いいですね、うんうん、バランス、さあ広岡も広岡さんね、チューン余っちゃってるからね、はい、ただリスクは犯さない、うん、さあイーシャン、うん、テンポですね、ですね、はい、ハク、うん、とペイとウッパーワン、キューワン、キューワン、チーワンいけそう、いけそう、うん、これはペイはどうですか、ペイは1枚切れた、1枚切れたって気がする、確か、うん、ただまあ本一もいますしね、まあ引きのがハクちょっともう無理ですね、ちょっと無理ですよね、このリーチに吐くはちょっと無理ですね、はい、うん、3走切りたいのかな、今手出しが入ったから、あ、はい、いそもね、いそもね、はい、うん、さあペイが山に1枚ありますね、これでも夏川にとってもペイは積もれば大きいですよ、さあ次につなげられる範囲が引きの見つけられるか、吐くは論敗、リャンゾーかチュンだけど、数字のリャンゾー、ここはこらえた、もうね意外とあるよ、でもそうですね、はい、さあこれで夏川がまあ一人天敗ないし上がりまでついてくると、広岡がちょっと4着になって苦しい展開に、まあ面白くはなってきますね、ポイント試合的には、試合的には面白いです、はい、放送的にはそうですね、さあここも流局となりました、夏川の一人天敗で流局です、そして流局して、6本馬ですね、だんだんやっぱりこうぶつかり合いが少なくなってきているような気がするんですけど、うん、松島さんがコントロールしてるかな、そうですよね、うん、荒さ、なるべく荒らさないように、うんうんうん、
膠着状態が続くようになってきました、うん、この3回戦南3局6本馬供託が2本あります。すごい大事なことなんですよね、うん、松島さんがぐん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 前に来ちゃうと、はい、広岡さんも焦っちゃうし、みんなもそんな前に出るんだったらリーチとか仕掛けとかいっぱいしたいしみたいになってって、うんうんうん、ただもうトーン落としてるんですすごくね松島さんが、うんうんうん、それがなんかこうこの静かにしてる、ね、そうですよね、はい、ハンちゃんをやっぱりこの先頭に立ってる人がいわゆるペースメーカーみたいなところありますよね、うんうん、まるでマラソンのようですね。お、はい、いい例えだね。そうですね、マージャンでマラソン出てきた、はい、今もう折り返し点、うん、3回戦の南3局まで来ています、うん、冷静に一歩一歩距離を、うん、ゴールまでの距離を縮めていってるのはトータルトップ目親番の松島です、うん、ちょっと行く気になったっぽいですね。そうですね、手形南を切り出してった、ね、はいはい、手形的にも悪くない。昨日はドラが1枚浮いている。このトーン重ねたりすればチャンスですが、ドラは山に3枚、いやいいですね、一気に寄せていきますね。ここはさらに加点していこうというところ、親の松島、難しい手です ですね。ドイツが3個、そうなんですよ、4だとね、もうちょっと ね、うん、あれなんですけれど、さあ2度受け払いますか。手役に絡まないですからね。ただ統一ケアかな、イーピンションパイで、はい、ハメか、ハメかハメかもしれない、先切りか得意の、うん、こういうさばきの難しい手をねやると、はい、これで地層急層白相当本一、あ、いや、カンパス総理する気か、気する気ですかね。あれ、どうですかね、これはね、はい、そうですね、それやると打点が下がっちゃうから、できたらイーピンリャンピン切ってほしかったんですけど、そうですね、多分泣かれた時に面倒くさいとか、はい、そういう気持ちがちょっとあるのかな、だからもしかしたら押し込まれてるかもしれないですね、うん、はい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 、確かに親の松島、うん、迫力のある捨て配送にはなっています、うん、さあ引きのまだドラもね2枚3枚眠っていますからね。来たよ、いや来た、これはさすがにね、シーソー急走でしょうか。さすがにね、そんな、いや、リーチに行く、本当ですか、はい、本当です、これが現実、ただまあこのリこれが現実なんです、和哲さん、さあペン3品、これ松島、いや急走切りやすくなったね、行きますか、いや、さすがに急走ぐらいはいけそうですよね、急走いけそうですよ、これ急走いきますか、急走切ってダマでじゃないですか、パーピンゲーム打ちだから、はい、ウッパーピン、さあ被害者出るか、さあ親の松島、うん、本一の天敗はウッパーピン、ドラだ、ドラのトーンはブレーキか、うん、しかも急走は一応通ってはいないので、はい、若干は目立ったかな、さあどうだ、初、これでローピン切ってローピンはねめっちゃ危ないのよ、でももうめくり合いなら、どう初ってのもあるよ、初は消極的じゃないですか、9ピンとかじゃないですか、だって6ピンめっちゃいっぱい見えてるんですよ、いやそうですけど、でドラ自分から1枚入れてないから、あ、リーチはしない、いい数値、あ、正解、ここは裏ドラも乗せてきた、リーズも裏一、1200の6本馬、1600、2600の上がりになります、供託もついてとてもいい収入になりましたね。和哲さん、今の上がりどう見ますか。もうフレッシュです、はい、非常にフレッシュ、フレッシュ、諦めなくてよかったですね、ペン3品も、はい、最速手順、まさしく最強でしたね。さあ3回戦もオーラスです、今の上がりで夏川はもうこれ息を吹き返してきた、うん、おとなしいですからね、はい、広岡さんが、そうですね、非常におとなしい、広岡と夏川の差がもうちょっとですよ、40ポイントまで来ましたよ、うん、さあどうなるか、ドラはチーマンです、第1打はイーマンから、
広岡オーラスに決めてくるか。さあとはいえそれほど差は開いておりません、3回戦の持ち点です、うんうん、上から下まで、まあ、マンガンツモで広岡も2着まで行きますしね。2着行きたいですね。行きたいですね。行っとくと広岡にとってはかなり有利になりますしね。なんか最近タイトル戦独特のあの逆転劇が、はい、連盟チャンネルでいっぱい出てるじゃないですか。はいはい、実際にそんなにはないんですよね。実際はね、うん、その120ポイントまくりましたはいはい、はい、実際にはそんなにないんで現実的な点差にする方が、はい、いいですよね。やっぱりね、うん、さあ引きのが面白くなってきた。はい、勘違いは残したい。はい、となるとマンズですか。うーん、 E1 切って数ワン引いたらもう一回戻ってくるとか、ちょっと安全に行きたい気持ちがある。そうですね、パーピンローピンチュンの人いるからね。はいはいはい、うん、ここハックが重なっちゃう。うわ来た、これはこれはこれはですね、これはリーチできない。チューン握れだった。そうですね。三切れですよ。三切れだった。先にチーピンから切った。なんか気配あるんじゃないですか。はい、だって三切れのチューン切るのにそんな時間かかないからね。そうですね。うん、はい、なんかある。あれなんか怪しいなあの人。さあドラが7万なんですが、引きのが、うんうん、ここはトップを決定づける上がりしたいですね。とりあえずローソー短期変えるか。ピンズは場には安め、うん、確かに、はい、うん、うわー来てる、うんうん、松島も着アップするだけで最終戦だいぶ楽にはなりそう。さあこれで急走とかになるんですか。あ、いや、まん、いった、これ足りないからね、大胆、うん、ただ吐くないからね、ちょっと遠くなっちゃいましたね。そうですね、うん、さあその間に引きのが決めるのか。ローピン短期です現在。みんな切りそうです、ね、さあ親の夏川みんな切りそうですよ、はい、ね、すごいね、4、2、3で切られるんですよ今これは握れ、はい、親の夏川連チャンできるか。あ、チートイ、チートイいらない、いらない、ね、うん、3万今通った。確かに、はい、いい町ですね、はい、ただ2枚切れということでローピン短期続行です、ね、まさか今3万持ってる人がいると思わないもんね。そうですね、こんなところに、ここにいるんですよ。急走どうですか、これそろそろリーチね、追いかける立場、引きのトップ目ですが、ここは果敢にリーチに行って急走がいきなり、あ、ただ老僧現物、川がめちゃくちゃ怪しくなって、怪しいです、あー、疲労か、白がない、ない白がないの痛いな、痛いですね。ただ何は、何はあります、あれ転敗しましたね。転敗、うん、うわ、転敗、つもり3アンコ、いやいや、数アンコでしょ、あれリーチに行く、数層嘘、さあ、急層短期対数層嘘、あ、掴んだ、掴んだ、うん、行かないですね、行かないですね、リーチなんで行かない、うん、初を切る、うん、一発だけは行かないです、はい、次は分かんないですね。分かんないですね。急走掴んだ。これ筋の急走どうですか？イーピン急走。親には通ってない。いける、はい、うん、さあ急走厳しいですね引きの。まあ数走運走も山には残っていないんですが、もしかしたら広くから出る可能性がある。さあこれは引き分けか、積も上がりはどちらにしてもない。酸素取っちゃった。うわあ。いや急走だ、選ばれた、ここは引きのの上がりになります。リーチ、チートイ、裏ドラが乗らない、3200の上がり。さあ以上をもちまして3回戦が終了しました。トップから引きの、そして2着に夏川、3着に松島、そして4着に広岡の並びで終了しております。はい、続いて4回戦です。